序盤に早い段階で得点を入れて、まあ、こういう試合というのも、ね、意外と、まあ、結構、ね、厄介な試合になりがちなので、点の取り合い、後者のお互いに取り合って、取り合ってという形になりかねないゲームだったので、早い段階の得点はあるものの、非常に高い集中力を維持しながら、ゲームを90分間戦い続けた。そして、まあ、大量得点になりましたけど、まあ、高い集中力があってのこの4点なのかなと思います、ね。まあ、そう言っていただけると、ね、非常に嬉しく思いますけど、たくさんの得点があるときこそ、ね、やっぱり、ね、ゼロで締めれることが、ね、難しいですし、そしてそれを、みんなで、ね、いいコーチングをしながら、引き寄せることができたかなと思いますね。得点は、ね、4点入ってますけど、まあ、守備的な部分でも、ね、しっかりと守らなくてはいけない時間帯もありましたし、まあ、あっちも、ね、何としても1点取ろうという、ね、意気込みはとてもこっちがやってても感じたので、このゼロというのは非常に大きいかなと思いますね。そうですね、川崎フロンターレ戦の時にも僕が、ね、ピッチに立って思ったのは、まあ、ディフェンスの時にちょっと、ね、相手が攻める、僕たちが守りをもう、引いて、なんていうんですかね、ポジティブなディフェンスというよりはもうやられっぱなしのディフェンスだったんですね。それを改善するために今日の場合は戦った上でのディフェンスというのが、ね、非常に継続できたかなと思います。矢印の方向を言えば守りっていうのはやっぱりキーパーに向かって矢印がつきがちなんですけど、こう前に矢印があった中でのディフェンス、そして2枚3枚で守備をしてた、でシュート打たれた時には僕がいたりいろんな人でカバーするっていうことができたのかなと、まあ、でもこれはまだ完成体ではなくて、まだ序章に過ぎないので、これを継続していく、今日のいいものをまた次にっていうことでできればなと思ってます。そうですね、だんだんチームのやりたいこととかね、自分の捉えるとこ、自分の反省点というのもね、分かりながらゲームに臨めています。こうやってね、ホーム初勝利に貢献できたことは非常に嬉しく思いますし、やはりサポーターの声援があって、今日の勝ち点3はあると思います。そこには本当に感謝の思いでいっぱいですね。前回の試合をね、なんとか勝ちを手繰り寄せて、そして今回はホームでサポーターの皆さんと選手の皆さんが一つになって、たくさん得点を取ることができました。こういった試合を、ね、続けて、新しい大宮、こういった、なんていうんですかね、スタジアムが一つになり、戦っている雰囲気をみんなで楽しむ、そしてその中に楽しんだ中で本当の激動があるという、ね、ゲームを続けていければなと思っています。まあ、始まってまだ、ね、4節ですけど、必ず上を目指して、そして一人一人が厳しく、そしてみんなで戦える集団となっていきますので、これからも熱いよろしくお願いします。